護衛艦加賀の F-35B 戦闘機改修工事1回目の終盤、試験航海が始まる中、日本の空母建造が求められている。今回は、護衛艦加賀、伊豆、モノ空母化 F-35B 戦闘機異例の発着艦試験を詳しく見ていきます。本格的な空母をあと2つ建造できれば、基地問題が解決するんだよ。基準排水量で 19,500 トン、満載排水量で 26,000 トン、全長で 248.0 メートル、最大幅で 38.0 メートル、深さで 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートルという、艦容を誇るのは、海上自衛隊が現有する中で、最大の艦艇である出雲、加賀護衛艦である。出雲、加賀護衛艦は、この艦隊に、ゼネラルエレクトリック社製の LM2500 ガスタービン機関4機を搭載。これは IHI 社がライセンス生産を行ったのもで、最大で出力が11万2000馬力、速度が30ノット以上を発揮する。この出雲、加賀護衛艦は最大で各種の回転翼機を14機関内に収容して運用することが可能な。ヘリコプター搭載護衛艦 DDH と海上自衛隊では呼称しているが、海外ではもともと同艦の収益時からヘリ空母に分類されることが多かった。出雲加賀護衛艦は2隻が建造されており、1番艦でネームシップの出雲が2012年1月に寄港され、2015年3月に収益、2番艦の加賀が2013年10月に寄港され、2017年3月に就役。前者が横須賀の第1護衛隊軍第1護衛隊、後者が呉の第4護衛隊軍第4護衛隊に配備されている。これら2隻の出雲加賀護衛艦は就役時より、その最大で5機の回転翼機の同時離発着が可能な航空運用能力の高さから、広大な日本の領海を防衛する水戦哨戒用の回転翼機の母艦として大きな注目を集めていた。しかし、近年の海上自衛隊の護衛艦の中でも、ひときわ大きな注目を集めることとなったのは、2016年の12月以降、従来の回転翼機に止まらず、無人航空機や短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用が検討されたことにあるだろう。出雲、加賀護衛艦については、これら無人航空機や F-35 ライトニング 2B 型の運用が、建造元のジャパンマリンユナイテッド社への委託で研究、検討された後、2018年末に、それらへの対応を可能とする方針が、公式に打ち出された。2018年末に閣議決定が行われた防衛計画の大綱及びその内容を具体化して実際の装備品を決定する中期防衛力整備計画において、 F-35 ライトニング 2B 型を出雲加賀護衛艦で運用可能にする改修工事の実施が確定したのだ。これによって出雲加賀護衛艦は日本としては太平洋戦争後に初となる固定翼機の運用が可能な航空母艦へと改修されることとなり、出雲、加賀、ともに5年に一度実施される大規模点検に合わせて、その工事が2段階で行われている。この2023年7月時点では、出雲の航空母艦化改修は、1度目が2020年に始まり、2021年に終了、2度目が、2024年度に開始され、2026年度中に終了を迎える予定であり、ジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所の磯子工場で実施される。一方の加賀は、1度目の改修工事が2022年3月から実施され、2023年度に
一旦終了を迎え、二度目が2026年度から実施され、2027年度内に終了する見込みであり、ジャパンマリンユナイテッド社の5事業所で行われるとめされている。出雲と加賀の航空母艦改修については、一度目と二度目が同じ内容ではなく、加賀の方が今一度目であり、まさに実施中の改修工事によって先んじて、全通式の飛行甲板の先端部の拡幅工事が行われるなど、進捗は異なっている。まず、最初に、一度目の改修工事を終えた、出雲には、2021年10月に、山口県の岩国基地に駐留する、在日アメリカ軍の海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型が、四国沖の海上において、離れ着艦テストを実施、無事に終了させている。出雲の一度目の改修工事の内容は、全通式の飛行甲板に対する、F-35 ライトニング 2B 型の排気煙、熱に対する耐熱加工や、離れ着艦時に必要な誘導灯、そして、その目安とするための黄色の表示線が加えられた。出雲、加賀護衛艦には、二度目の改修工事時に、レイセオン社とアメリカ海軍とが共同開発した、全天候型の着艦誘導装置であるズポールスが装備されることとなっているが、つまりこれがなくとも、海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型は、離れ着艦を行ったわけである。未来図も、加賀護衛艦の艦載機となる予定の、自前の航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型は、未配配備であるため、こうした在日アメリカ軍の同機を用いたテストは、今後も想定されるが、これについても、技術支援費用の名目で、12億円ほどの経費が予算化されている。航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型は、合計で42機の調達が計画されており、国内での中期戦としては、同体の宮崎県の新田原航空基地が予定されている状態で、最初の機体は、来年度2024年度に納入される見込みである。宮崎県の新田原航空基地には、2023年現在、戦闘機としては、F-15J イーグルを装備する、西部航空方面隊隷下の第5航空団の第305飛行隊が配備されているが、当然、F-35 ライトニング 2B 型の配備時には、新編成の飛行隊が置かれるのだろう。宮崎県の新田原基地は、加賀が母港とする山口県の5基地と、地理的に近いことから、利便性も高いことが想定され、なお、かつ、鹿児島県の馬毛島に、設置が予定されている拠点へのアクセスの上からも、ベストに近い選択だと感じられる。ちなみに、防衛省は、令和元年版の防衛白書の中で、出雲、加賀護衛艦に、航空母艦化改修を施すことについて、周辺諸国の航空戦力が、日本の防衛を脅かしている現実を、最大の理由だと説明しており、具体的な国名は伏せているが、中国を念頭に置いていることは確実だ。そこでは、中国という、国名こそ名指しはしていないものの、日本の南西諸島の防衛線を越えて、太平洋方面に進出する戦闘機、及び爆撃機の数が飛躍的に増加していることを指摘し、その傾向はますます強まるとの見方を示している。そうした状況下で、日本の防衛を行うにあたっては、高性能な戦闘機を持って航空優勢を保つことが必須であり、本来であれば複数の飛行場に戦闘機を配備して対処を行うことが求められると説明を行っている。しかし、現実には日本の戦闘機が配備されている太平洋上の拠点は硫黄島しかなく、その不備を補うためには短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を用いて、航空母艦化した出雲、加賀護衛艦による運用を行うと明記している。
そのため出雲、片子栄冠の航空母艦化は、日本の自衛にとって、最低限必要な措置であり、かつ、同艦は、F-35 ライトニング 2B 型の運用に限らず、対戦哨戒任務や艦隊の指揮中枢を担い、各種の輸送や医療活動にも活用可能だと謳っている。こうした防衛省側の出雲、片子栄冠の航空母艦化改修、それに伴う、F-35 ライトニング 2B 型の運用についての説明は、全くの的外れとまでは言えないが、輸送や医療活動まで触れなければならない点にこそ、危うさも感じてしまう。そもそも、日本政府は、出雲、片子栄冠の航空母艦化改修について、反対派からの批判の矛先を少しでも緩和しようと、同艦の多目的な活用を喧伝しているが、軍事的には、南西諸島方面における航空戦力の投射が最大の目的のはずである。沖縄本島の那覇の飛行場が中国側の攻撃によって使用不可能な状況に陥った場合、現状では日本は航空優勢を喪失することは確実であり、そうした事態を防止するために出雲、片子栄冠の航空母艦化が必要なのだと正論を述べるべきだろう。ただし、仮に出雲、片子栄冠の航空母艦化改修が終了したとしても、一隻あたりの F-35 ライトニング 2B 型の収容数は10機前後に過ぎないとして、その数では、到底航空優勢を保つことなど困難だとする批判の声も、未だ絶えない。